準優勝戦2つ目のカード第11レースを行います。対戦メンバーは1号艇山口の原田敦史、2号艇福岡の古澤光則、3号艇福岡の前川盛次、4号艇愛知の平見正彦、5号艇東京の寺島義彦、6号艇佐賀の山口隆です。風は北から緩やかに吹く程度です。気温は8度のコンディション。6艇バック側です。枠なりに並んでいます。1号艇は原田敦史、前走地天ヶ崎で準パーフェクト優勝を飾ってリズムよく迎えた今節、抜群のモーター引き当ててこの準優1枠をゲットです。1号艇原田が陰線、2コースが2号艇古澤光則、記録立て直しました。3コースが3号艇前川盛次、周年の V モーターが相棒です。古澤と前川、地元の2人が2コース3コースから、4コース4号艇平見正彦、さあ強力な伸び足、ここは角から生かしますか。隣5コースに5号艇寺島義彦、デビュー初の優勝へチャレンジです。6コースが6号艇山口隆、耐久は3対3、準優勝戦第11レース進入はインコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。2秒前、1秒前スタートしました。準優勝戦11レース1号艇の原田、3号艇の前川スタートを覗いていく。1号艇の原田が逃げる、2号艇の古澤が刺す、まくる3号艇の前川刺す、4号艇の平見、向こう正面1号艇原田が先頭。スタートは前提正常でした。トップ1号艇原田、2番手が2号艇古澤と3号艇の前川、地元の2人が並走状態。一緒に巻くトップターンが1号艇原田、2番手2号艇の古澤に対し逃げた3号艇の前川流れていく。3番手には6号艇の山口隆が上がってきた。上の3艇1番2番6番の体型です。その後ろに4号艇5号艇3号艇の前川最高峰。1枠トップ旋回は1号艇の原田敦史、2番手が2号艇古澤光則、続いて5号艇4号艇先に待ってさせた6号艇山口隆が3番手をリードです。上の3艇は1番2番6番の体型です。先頭は逃げました。1号艇の原田敦史、今2マークをトップで旋回していきます。2番手が2号艇古澤光則、3番手は6号艇山口隆です。4番手が5号艇寺島義彦、5番手が3号艇前川盛次、最高峰4号艇平見正彦となっています。最後のマークへ、トップターンは1号艇原田敦史、2番手が地元2号艇古澤光則、3番手は6号艇山口隆です。上の3艇1番2番6番です。1・2・6・3連単のオッズは 13.8 倍を指しています。最終ターンマークトップで戻ってきました。1号艇は原田敦史、2番手が2号艇古澤光則、3番手6号艇山口隆です。1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。